はい、今回発売された NRC スプールっていう、まあ、新しいコンセプトの、まあ、カスタムスプールなんだけど、まあ、これ何をしにこれ作ったかいうと、要するに普通ですね、まあ、今ベッドフィネスが、まあ、流行ってベッドフィネスコンセプトっていう、まあ、スプールもあるんですけど、まあ、それだと使い道からしたら許容範囲ものすごい狭いね、限られた感じなんで、普通まあ琵琶湖で僕ら釣りする時にはね、その使い道っていうのはそこまで対応するわけじゃないんだけど、普通に例えば、まあ、クランク引いたり、まあ、ジャークベイトしたりスピナーベイト引いたりとか、まあ、トップウォーターやったりするの の出番の方が当然多いんで、それをいかにこう快適にストレスなくずっと安定してこう投げ続けれるかっていうのがこのコンセプトです。何が違うか言ったら、まずこのラインキャパがだいたい14ポンドで70から75を設定して、いかにこうスムーズに飛距離が出せて、で全くノントラブルのバックレッシュ知らずみたいな感じでブレーキが作動するみたいな感じです。まあ、実際にこのプロップマジックなんて、まあ、軽いルアーだと、まあ、普通のリールでもできんことないんだけど、これがだいたいこうフルキャストして30メートルぐらい飛ぶのにサミングいらずっていう感じで勝手に止まってくれるんです。でプロップマジがあの距離を出せてっていうことは、ブレーキ締めてこれをやってるわけじゃなくて、ブレーキをある程度まあ自然な力でかけながら飛距離が出せるという、まあまあちょっと新しいタイプのカスタムスプールかなって感じだね。だからこのルアー問わずいろいろなやつが常にこう普通のノーマルのリールより確実に飛距離が伸びて、飛距離が伸びるんだけどブレーキが確実に作動してみたいな感じで、やっぱりそのずっと一日やってるとなかなかそのリズムがね、狂わないようにできるのはやっぱりその聴覚にも結びつくはずなんで、まあ、この NRC スプールっていうのは多分今後普通にこう一般的になっていくんじゃないかなと思いますね。を投げても全くサミングしずにもバックラッシュない、だから要するに安定して回転してるってことですね。でも普通のリール明らかにプロップマジック飛んどるな。ああ全然飛んどる。やっぱ琵琶湖は距離だ、いや絶対的に必要だからね。これもうプレッシャーかかればかかるほどやっぱり距離が遠く投げれてる人と投げてない人の釣り方は全然違うんでね、そういう面でもこんだけ距離が飛んで、まあしっかりブレーキがスタートしてくれると、うん、ちょっと苦手な人も釣れる人になるね。イナーシャの 102mm ロングのタイプなんだけど、まあ実際92mm と 102mm なんで1センチの違いなんだけど、この1センチの違いがだいぶ意味が大きくて、1センチ伸ばすだけで、要するにノーマルの 92mm のイナーシャにカスタムウェイトバランサーをつけたぐらいな回転感性がまたより一層得られる。まあもともとイナーシャは回転感性が他のハンドルグラブとはるかにこうまあ良いのが売りだったんだけど、それをいかにもっと回転を良くすることによって強く引き出す、パワーフィッシングなんかで強くもう出さなきゃならない状態の時にはかなり有利になりますね。特に最近7対1とか、まあ、極端に言うと 7.9 対1みたいなスーパーハイギアのリールがみんな使うようになると、リールのギア比が速くて、まあ、ある程度こう引き出す、まあ、スピードはできるんだけど、逆にリールのギア比が高いことによって最初にこうグーッと巻く力がこうなかなかこうスムーズにいかないのを、それを補う上でもこの 102mm のロングのイナーシャっていうのは
だいぶ有効になるんじゃないかなという感じですね。実際にこう、まあ、テキサスリグなんかを使って、まあ、普通に、まあ、ズル引いてこのスラックを普通だとみんなこうハンドルで巻くんだけど、もうイナーシャのロングでやったらもう軽くやるだけでラインスラックが普通に取れてしまうみたいな。もう逆に言ったら回りすぎるぐらい取れてしまうような、その回転感性があるんで、当然かけた時の力もいち早くこの一番最初の魚を上に向かせる仕事が早いっていうことで、これ使ってみると特に分かんないけど、フロッグゲームでとか例えばカバーの強いとこを打ったりしたりする、まあ今の時期なんてで言うと夏の魚すごいすぐこう潜ろうとするんで、その潜ろうとする魚をよりこう潜らせないこともハンドルによってできるっていう感じですね。このイナーシャロング使うとこう右で動作してラインスラック取るのを左で回す弾けばいいんで、持ち帰る必要がないですね。でこれで十分取れる、軽く弾くだけでいいん でこの動作が要するにより無駄なく一連の動作ができるっていうのがこのハンドルの最大の売りだね。ラインスラックがいかに簡単に取れるという。で当然かけた時の最初の1回転2回転のこのググッ立ち上げる時のもう力がの伝達っていうのが魚にすぐ伝わるんで、魚は潜ろうとしずに上に上がってくるっていう、その最初の力ってものすごく肝心なんで、これがノーマルのハンドルでは絶対無理だね。いくら力がある人って言ったってもうそれはそういう力の問題じゃなくて、実際に向こうに伝達した力が伝わってるかどうかということです。と魚探見るとやっぱ正直やな、グリ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 ってできる。最初に止めれるもんね、1回転が普通だったらあーってやらなかったけど、ぐる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 っとこう回せれるのが大きい。太い、だ間違いなく一連の動作がスムーズにいくのはハンドルのおかげだね。ね、石井さん、そういうことです。全然違います。今年久しぶりに当たり年になってるのがリアクションのラバージギングって言って、まあ通称ハネラバって言うんだけど、そのしゃくってフォールで見せて反応させるっていう釣りが久しぶりに当たってるんだけど、これも基本的にはまあ投げて演技したスラックを取らなあかんので、結構これ演技がね、まあこういう風に動作が激しいんで、この暑い中今でも息はあはあという状態で、それでこのぐる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 巻いてる動作がなかなかこうやり続けてられないんで、これもイナーシャの102のロングでスラックを容易にこう取れる、もう弾くだけでスラックが取れる、動作が軽減できるっていうのはだいぶ大きいよね。こんだけ無駄がないんだからね、もう待ってられるもんね。ここで最長飛距離、めっちゃ飛ぶ。
40メーターぐらい行ったんやね今。もう取れるとこは取りゃいいんだけど。おお、おお、ちぎりでゴリマギゴリマギゴリマギ、全然全然。え？入った。でもこいつ結構ギリギリですよ。こいつ。なんだ。ペラペラだけど、今ね、ちっちゃいやつが先にペチャってなってから下から出てきたね、この人は。おお、プロポマジックも来たぞ。でかくないけど、ガコーンって来た。はいはい、思いっきり食ってます。NRC スプールの威力を見たかって言いたいんだけどさそこまでのレベルじゃないね。だけどあの距離はね、だいぶ本当にこれをもっと連れ出してきたら結構意味あるね。今までの普通のやつやったらやっぱ 10m 以上距離違うもん。大きいで、ホック本番になったらもう全然違うわ。これバイトはやんけど釣れるね。ありだが、でもこの NRC のスプールだと本当にこれ感覚がだいぶ変わるな。だってプロップマジック75を投げてる感じじゃないもんね。あの普通のバイブ投げてるみたいな雰囲気。フルキャストで30超えだもんなこれ。まあ、気使って投げずに済むっていうのはだいぶ違うな。やり続けれるもんね、これ風があっても。いらんもんね一切。普通止まるリールは飛ばんけどな。で結局ブレーキっていうのはいかに安定してるかが重要なんだけど、普通は安定するリールなんか一台もないもんな。飛んで何も死んでいるみたいな。うん、いいフィーリングよこれ。これ使ってわからん人はおらんでしょう。だから今から始める人とか、もう別に道具に頼るなとは言わんけど、入りやすいわね。ハンドル巻きすぎちゃうな、力ありすぎて、はい、ガリガリだけど。だから後付けじゃないけど、ハンドルが長いとこの合わせる時のためがこううーっとこういけるね。普通だとこう慌てがちなんだけど、それがグリグリグリギューっとこうハンドルとロッドが一体するというのがロングハンドルの意味があるよ。ゴンってきたよ。
これはやばそう。これはサイドのかかりが。めっちゃ暴れる。まあ、ここまで耐えたら頼むぞ。おー、すっげー引く。めっちゃ引くよ、これ最後まで引くわ。かかり浅いな。どうなった、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 どうなった。ちょっとでかいぞ。あー、だったでかい、でかいよ。ゾーン来た。重いし、ちょっと疲れたな。ちょっとこいつめちゃくちゃ引いたよ。重い。ええね、やりました。安心の一匹。しっくり巻いてズドンです。